山梨県道志村のキャンプ場から小倉美咲ちゃん7歳が行方不明になってから約3週間。依然として手がかりはつかめていない。特に一番の謎なのは警察犬が匂いを追えず、上を向いたり、下を向いてしまうこと。これはその場所で美咲ちゃんの匂いが途絶えてしまっていること、あるいはその近辺に全く美咲ちゃんの匂いがないことを意味している。普通に考えられる事象は2つ。 一つ目は、美咲さんがそこで誘拐や拉致されてしまった。もう一つは、誤解を恐れずに言えば、もともとこのキャンプ場に来ていなかったことを示すことになる。二つ目は、あくまでも大胆な推測によるものなので、気を悪くされた方がいたら、申し訳ございません。一つ目の誘拐、拉致は人目のつきにくい山林、近くに広い道路があることを考えると、十分に可能性は考えられる。 また、二つ目は、あくまでも大胆な推測ということで、これ以上は触れないことにする。そして、可能性は限りなく、ゼロに近いが、普通では考えられない三番目の可能性として、猛禽類による一さらいである。実際、その場から匂いが消えるというのは、靴が土に擦れないことが条件なので、上空に上がってしまうことは、その条件を満たすことになる。大型のワシなどは、鹿を持ち上げて飛ぶ力を持っているので、 7歳の女の子がさらわれてしまっても不思議ではない。しかし、本当に無事に発見されることを願ってやまない。もし誘拐であったなら、一目のつくところで一日も早く解放してあげてほしい。元気な姿で美咲さんが帰ってくることを心より願います。ご視聴いただき、ありがとうございました。